いやー、お正月セール終わっちゃいましたね、お正月。もう気がつけばね、1月も終わっちゃいますけれども、またですね、今度の土曜日に、半額セールをね、お正月セールは終わりましたけど、半額セールをね 懲りずにやろうかなと思います。お正月は終わりましたけど、半額セールはやります。で、まあ、今回ね、半額セールやる予定はなかったんだけども、実はですね、今年に入って、まあ、この吉谷神社っていうのをね、やったんですけども、この吉谷神社でね、久しぶりに T 氏からですね、チャットをいただきまして、で、チャットをいただいて、で、あ、久しぶりですみたいな感じで、音声対談やりましょうっつって、まあ、このライブ中に音声対談が決まりまして、で、実際にその、まあ、音声対談もう公開してるんですけども、音声対談が、この T 氏ですね。もう出会いから10年っていうところで、もう10年経ったかっていうところなんですけども、この T 氏、まあ、この音声対談を聞いていただいてる方だったらわかるかもしれないんですけども、ここでもね、ちょっと出てきた話がありまして、実はその T 氏からですね、昔、誕生日プレゼントをいただきまして、これ吉谷さんがきっと喜ぶと思いますっつって、まあ、この音声対談でもちょっと言ってるんですけども、まあ T さんはね、僕の動画を当時、今もね、ちょいちょい見ていただいてるみたいなんですけども、まあ、黙々とこう作業していく中で、その、まあ、僕の動画をね、その3画面あるのかな、モニターが3画面があって、1画面僕の動画をその BGM みたいに流してくれて、で、まあ、僕がね、なんかふとしたことですよね、なんか言ったこと、あ、これいいなと思ったことをなんかメモにしてたらしいんですよ。で、それをまとめたやつを、吉田さん、これまとめたんで、これよかったら使ってくださいみたいな だから僕の動画をね、こう見てくれて、まあ、こんなブワーってなんかまとめてくれてたやつを、まあ、プレゼントいただきました。まあ、それがね、2018年の11月11日ですね。まあ、この11、11月11日かと思うんですけど、これも実は11月11日も、実はその後僕は11月11日に会社を設立するんですけど あ、なんか縁だなとは思うんですけどね。で、まあ、この、まあ、この言葉をね、僕はいただきまして、プレゼントいただいて、これをね、まとめました。レポートとして。うん。レポートとして、まとめ。新世界を生き抜く51の言葉っていうことでまとめさせていただいて、まあ、ここでね、レポートをね、この言葉を元にね、まとめました。まあ、もちろんその T さんにはね、レポートできましたっていうことで送ったんですけども、はい、レポート完成おめでとうございますと、すごいボリュームになりましたねと、読み応えがあってやっぱりいい言葉ばかりですねって、まあ、こう言っていただいてるんですけども、まあ、このレポートをですね、半額で今回ご案内しようかなと思います。で、特に、まあ、またセールスレターはまだ書いてないんですけども、お正月セールやってきましたけども、結局お正月セール安いからつって買っても、結局行動ができていない人向けですね。要は商品買ったんだけど、未だに行動できていないっていう方だったりとか、まあ、商品買わなかったとしても行動がなかなかできていないっていう方向けのレポートになっております。まあ、それは詳しくはまたセールスレターで書きますんで、はい、だから特にね、本当に見てほしいのが、ノウハウ買っても全く結果が出ていないっていう人ですね。うん、いろんな教材に手を出したんだけども、うん、なかなか結果が出てないっていう方は、このレポートを、まあ、スマホで通勤時間とかね、なんか隙間時間に何度も何度も読み返してみてほしいなと思いますね。はい。レポート売りますんで。はい、で、今回は半額セールスなんで、定価の半額でご案内させていただきます。はい。ということでね、また別枠で動画の方を撮っていきますけども、番宣という形で、させていただきました。はい、これはね、ほんとね、読んでほしいですね。結果が出てない人ですね。行動ができない人だったりとか、結果が出てない人、教材を買っても行動できてない、ノウハウコレクターですっていう方は、本当に読んどいてほしいです。ただし、まあ、レターでも書きますけども レターでも書くんだけども、ノウハウコレクターの方が反応しづらい、商品になります。すいません。ノウハウコレクターの方が反応しづらい商品なんですけども、その反応しづらい商品を買っていただきたいなというところですね。なんすかね、まあ、考えればわかるとは思うんですけども、考えればわかることなんですけども、
今までと同じ言葉かっこコピーに反応して、今までと同じ行動からの、今までとは違った収入を得ることは可能か。これ可能だと思います。今までと同じことに反応して、今までと同じような行動をとって、今までとは違った収入を得ることは可能だと思います。その確率は、まあ、何が言いたいのかっていうと、まあ、正直僕は売り手なので、まあ、売りづらい商品っていうのは分かってるんですけどその売りづらい商品を逆手にとって言ってる部分もあるんですけど、まあ、違ったその角度で反応してほしいなっていうところですね。いつも通りなんか初心者でも100万稼げるみたいなコピーに反応して動画を見るとかクリックするとかメルマガ登録するとか、まあ、それで結果が出てるんだったらいいんですけども、結果が出てないんだったら、いや違うその側面で自分を分析しようよって話ですね。違うものに反応して違う行動を取ってみませんかっていうね。今までとは違った言葉コピーですね、コピーに反応して、今までとは違った行動を取る。これをしたらなんか変わると思いません？てかぶっちゃけ言うとこれしないと変わんないと思うんですけど多分ね、ずっとこのサイクルなんですよ。ずっとこのサイクルですね。だから多分まあずっと変わらないですよね。まあ変わる人が何パー、もしかしたら1万人いたら何パーはいるかもしれないですけど、まあ僕のデータから見ると、まあほとんど変わってないですよね。こっからか、この状況から変えるのって無理じゃないですか。わかりやすく言うならば、同じな工場で勤務していて、今まで通りずっと工場で勤務していて、収入を月収100万、その工場で給料を取るってことは可能かっていうと、その確率っていうのは非常に難しいですよね。今までとは同じ職場、同じ行動、同じ環境、同じ仕事。で、そこから収益を2倍、3倍、4倍、まあ月収100万稼ぎたいっていう人結構多いんですけども、じゃあ手取り14万、昔堀江さんが手取り14万がどのこのってバズりましたけど、手取り14万だったら5、6倍にしていかないといけないですよね、月収100万。じゃあ今までと同じことをやっててね、その収入を5、6倍に上げられるのかっていうと、まあ難しいですよね。だから僕が違う発信ですよね。他の人とは違う発信ができる要因としては、やっぱその拾ってきてるところが違うんですよね。見てるところが。まあ多分読んでる本だったりとか、話を聞く人が多分ノウハウコレクターの人とは違います。で、ノウハウコレクターの人が、例えば松下幸之助さんの道を開くっていう本を買って読むっていうこともないだろうし、なんですかね。まあ拾ってきてる言葉が違うんですよね。だからその、なんかね、言葉っていうと、そんなに言葉に対して価値を感じる人は非常に少ないとは思うんですけど、冷静に考えてみると、僕たちは言葉に反応しているということなんですよね。まあ、特にそのノウハウコレクターの方は、そのキャッチコピーに反応するわけじゃないですか。まあ、僕もキャッチコピーに反応してるんですけど、コンビニ行ってもキャッチコピーだし、ね、弁当買うにしても、なんですかね、そのパン買うにしても、そのキャッチコピーによって、なんかうまそうだなとかね。メニュー表を見てこれうまそうだなとかね、まあ、反応してるわけなんだけど、だから言葉って結局その自分の未来を決めてたりするわけですよ。その行動のその先に未来がある、わけじゃないですか。で、そのジャッジメントをしているその一つの要因としては言葉があると。だからこのね、言葉ってね、すげえ大事なんですね。言葉イコール言霊とも言いますけども、結構ね、これ、まあ、レポート読んでいただいた方の中で感想いただいてるんですけど、まあ、言葉がこれだけ重要だとは思わなかったみたいなね、感想もいただいてるんですけども、言葉大事です。どんな言葉を使うのかっていうね。じゃあ、あなたは日頃からどんな言葉使ってますかと。まあ、これちょっとスピリチュアルな話も入っちゃう部分あるんですけど、その言葉は、あなたの言霊、つまり魂だと、精神。要は例えばね、日頃からね、なんで俺ってついてねえんだ、俺だけはとか、なんかその
ネガティブな言葉ばっかり使ってる人がね、あんまり成功する確率ってどうすかね、どうすか毎日ネガティブなね、あの会社の、例えば会社の愚痴言いまくってるとかね、うちの会社はどうでどうでとかね、居酒屋でね、その同僚と愚痴合ってるっていう、その愚痴をし合いながらその人たちっていうのは成長します。うん、だから使う言葉によって自分をどん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 下げてるというか、うん、でこれはね、まあちょっともう難しい話なんであんまり伝えづらいんですけども、例えばレベゼン地球さんとかが分かりやすいかもしれない。分かりやすいって分かんねえか。レベゼン地球さんとかもこの言葉の魔法というかね、言葉の、魔力というか、言葉をねめちゃめちゃ使ってるんですよ。うん、でまあ実際にね、なんだ、多分今チャンネル登録どれぐらいですかね、レベゼン地球さん。レベゼン地球さん400万人ですかね。まあちょっと名前変わりましたけど、この DJ 社長さんは言葉をねめちゃめちゃ使ってます、うまいように、はい、そして夢をどんどん叶えてます、はい、うまく使ってるんですよ。で言葉を使えるか使えないかによってもまた変わるんですけども、あのレベゼン地球さんは本当に言葉をねめちゃめちゃうまく使ってます、うん、はい、ということで、まあ、またね、深い話に関してはいろいろとまた動画撮っていきますけれども、明日の土曜日からですね、こちらまた半額でセールスしますので、興味ある方は裏メルマガ登録しておいてください。言葉はねめちゃめちゃ重要です。あなたが今日頃どんな言葉を使っているのか、それによってあなたの魂だったりとか精神、まあちょっと すみませんスピリチュアルの話になっちゃうかもしれないですけど、まあそういうのは形成、実際その人格というか、なんて言えばいいかな、まあ先ほども言った通り、愚痴ばっかり言ってる人がその年収1億円取れるかっていうと、どうすか、年収1億円取ってる人で、あの会社のあだこうだって愚痴を日頃言ってる人って多分あんまりいないと思うんですよね。まあすいません、データ取ってないんで分かんないですけどまあそれは想像していただければ分かると思います。逆に言うと手取りが少ない人は、あのこれすいませんイメージですけども、会社の愚痴を相当言ってると思いますね。どんな言葉を日頃使ってますかということですね。はい、ということで、明日からですね、この、新世界を生き抜く51の言葉リリースしますので、興味ある方は裏メルマガの方に、登録しておいてください。では終わります。ありがとうございました。